everyday moments are the important moments that connect us. 急な小屋。皆さんこんばんは。6月14日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオから急名古屋お送りいたします。今日はですね、急名古屋プレゼンツ滑りナイト、今夜は安さやかが主役です。はい、なんかもうこのオープニングからしてすでに不安がいっぱいなみそにこみすきと、半年に一回のですね、修行の日と考えております。ダンサーズでございます。はい。こんな三人がお届けします。え？ちょっと王子も、はい。王子もね、自己紹介したいの。はい。あれ、自己紹介今しなかった？するんですか？え？しちゃダメ？無理じゃないの、だっていっぱい出るんだから、この後。はい。いいじゃない。いいよ。はい、どうぞ自己紹介。はい。はい、どうぞ。はい。滑り王子です。はい。そして。そして安さやかでーす。はい。今日は、4人でお届けします。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。今週のテーマはフリーです。滑り王子へのクレーム、激励などお願いいたします。メールアドレスは、kiyu@kiyu.nagoya.kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。この番組は、高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康之フリージアの花、芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。お待たせいたしました。滑りナイトの時間でございます。今夜のですね、スペシャルゲストはですね、安さやかさんでございます。よろしくお願いいたします。はい、安さやかです。よろしくお願いします。いらっしゃい。こんばんは。よくあれですね、応募していただきましたね。うん、このね、やっぱり王子に会いたかったんですよ、うん、やっぱり。うん、だよね。皆さんからね、そういうね、ね、お言葉たくさんいただくんですけどもね、ね、なかなかね、こうゲストでね、出ていただけないもんですからね、今日はね、本当にね、先週からずっと言ってますけども、私ね、家出る前にですね、タウリンがね、3000mg 入ったね、エナジードリンク飲んできましたからね、もうすでにあれですよ、うん、ちょっと血圧が上がってるような感じ。大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。やっぱりね、ヤスさんとね、お話するのは、やっぱりプロの方ですからね、お話も上手ですし、いや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 、こちらのね、FM ギノワンでね、ちょっと番宣をね、していただきたいんですけども。はい。はい。よろしいでしょうか？どうぞ。ありがとうございます。FM ギノワンの毎週金曜日夜9時から、安さやかのウィークリーコンビニラジオというラジオのパーソナリティを務めております、コンビニ社労士の安さやかと申します。
皆さんぜひ聞いてください。いつも聞いてくださってる皆様ありがとうございます。でもちゃんとした番組だよね。ちゃんとした番組なんて失礼だ。なんかうちの番組ちゃんとしないみたいな。いや王子の時間だけみんながよく違うって言いますので、うん、先週のですね、ちょっとね、番組をね、聞かせていただきましたけどね。ありがとうございます。なんかあれ、スマップの草薙剛さんが出たような感じ。あ、よくご存知で。そうなんですよ、ね、お金に詳しい草薙剛さんらしき人が出てましたね。なんかイケメンな感じですね。そうですね、王子と同じぐらいイケメンなゲスト。ヤスさん、よく聞いて、こちらとしてみたらね、ヤクミツルだよ、はい、多分ね、このね、カーボーイさんがね、よくね、言っていただけるんですけども、ヒーローソフトもヤクミツルって皆さんね、はい、何なのかなと思ってる方多いと思いますので、ちょっとね、説明をね、今日はね、したいと思いますんで。いるんです、説明いるの。みんななんかね、聞きたいでしょ。いや、どっちでもいいんだけど。どっちでもいいの。ヤスさんがね、何のことかなっていうような感じでね、うん、番組の中でね、ちょっとね、疑問に思われたんじゃないかなと思いまして。まあ、じゃあ、はい、まあ、仕方ないです。これはちゃんとした話ですよ。じゃあ、説明してください。これ何年か前ですね、はい、沖縄のね、超人気のパーソナリティの方ですね、玉城美香さんね、美香さんとね、会った時に、うん、名古屋でね、イベントがあったんですね。それも2日間。うん、で、1日目の時に、昔私ね、ちょっと茶髪にね、武将髭に、まあ、メガネかけてたんですけども、うん、まあ、なぜかしらこうね、ヤクミツルさんに似てるって言われまして、うん、でもね、その時ね、王子ね、あれですよ、誰だっけな、ね、リスペクトしてた人がいるんですけど、誰ですか、うん、相川翔。そう、相川翔。なんで俺が知ってるそう、相川翔さんをね、リスペクトしてて、うん、結構ね、そういう雰囲気を出してたんですけども、はい、なんか、ヤクミツルと言われまして、うん、でね、こう、2日目、またイベントに出かける前にですね、ちゃんとで、こう、ひげを剃ってね、でいつも大体2枚刃ぐらいでやるんですけど、まあ、その日は3枚刃ぐらいでね、綺麗にね、こうね、ひげを剃りまして、ね、いろいろこうね、ケアもしてね、うん、イベント出かけてね、ミーカーに行ったんですよね。ひげ剃ったよって言ったらね、うん、すごいにこやかな顔でね、ひ、う、げ、ん、を剃ってもヤクミツルって言われたんですよね。うんうん、そこからね、まあ自分のね、キャッチコピーじゃないですけどね、うん、それを使ってね、番組にね、ミーカーの番組にね、嫌味のようにね、それを書いてね、出してました。ね、それだからね、それをね、よくご存知の方っていうのはね、カープボーイさんはね、王子のかなりマニアですね。お、誰の話じゃない。いや、それをね、よく言っていただけるもんですからね。ね、なんか嬉しくなっちゃったんですよね。であとね、ごめんなさいね、なんかね、滑りないとずっと王子が喋ってるわけにはいきませんので、いろんなことをね、やすさん聞いてもらっても結構なんですけども、はい、一つね、僕ね、ちょっとお伺いしたいことがあるんだよね。私にですか。はい。はい、今日のね、この旧名古屋の番宣のね、こう写真があるじゃないですか。はい。うん、あれは、どんなこうメッセージが王子にあるのかなと思って。どんなメッセージ？うん。あれは違います。だから、あなたに対して、うん、受けて立つっていう意味合いの写真ですよ。ああ受けて立つね。受けて立つ。うん。うん、そうなの？うん、どんどん、うん、どんどんいらっしゃいって感じなんだけどね。うん。うん。なんかね、あれもしかしたらね、今流行りじゃないですけどね、ビッグボスじゃないですけども、うん。うん、もうね、今日もホームラン打つわよ、みたいな感じのね、うん。うん、ポーズなのかなと思って。この写真ね。うん、今この写真な、ね、の、うん。そう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 。うん。うん、なんかすごい意気込みを感じてね、ね、うん、やっぱりですね、この王子もですね、うん、この意気込みをちゃんとね、受け止めてですね、うんうん、寝技で一本取られたいみたいな感じがありますね。うん、あんまり今分かってないでしょ。意味分かんない。じゃあ分からないことにしておきましょう。うん、あ、でも、ね、ちゃんとでもね、ご理解いただけるじゃないですか。まあ、とりあえず宣戦布告的に。ああ、そういうことね。はい。うん、もしくはこの指止まれ的な。感じで。いや、それはもう止まってみたいもん、こっちは。おだまり。
いや本当にね、だからね、またその横にね、私がね映ってますけどね、なんかバスへのね、なんか売れないホストみたいな感じになっててね。これあれすごい気になるんですよ。いつ撮ったのかなって。ね、あれは何年前、4年、3年か4年前ですね。そうですね。はい、そうね。3年、4年前。うん。これ見たときにね、全然ちょっとタイプの違う写真が出てるなと思って。タイプ？うん、だから、そうそうそう、だからこう、バラの花加えてたもんね。うん。あれは一体何があったんですか？あれは何なんだろうね。まあ、あれは、大体こう、役作りじゃないですけどね。あれはイベント向けですね。ああ、イベント向けね。うん、はい、はい、うん。王子も知らないうちになんか写真を撮られてるっていう。なすがままにね、うん。そんな感じなんですけどね。ツイキャスがですね、品場諸友さんが今日、品場すべともさんになってますけど。バラがめっためったの増加でしたねって、本当ですよね。もう、ザ増加でしたよね、あれね。そうですね。うん。あ、そう。はい。ね、やっぱりこう皆さんね、こう王子にね、聞きたいこととかがね、やっぱり安田の場合はですね、この、あ、思い出した。ん？ね、王子、まだ聞きたいことあるんだ。はい。うん。安田でシンガー？え？なんかエピソードっていうね、歌を歌ってらっしゃるんじゃないかなと思って。あ、そうです、そうです。はい。知らなかったよ。何？王子知らなかったよ。いや、本当に。言ってなかった。言ってなかったかもしれない。本当にもうね、それが分かってればね、ちゃんとね、はい、王子もね、お稽古してね、一緒にデュエットできるぐらいね、頑張りますんで。地獄を見るわよ。そりゃそうですよ。もうレコーディングのためなら東京でも行きますよ。あ、お待ちしてます。地獄を見るわよ。もうそしたらもう、え、地獄？案外王子歌えるんですけどね。じゃあ、ぜひ進撃のめいちゃんも書いてらっしゃるんですけど、はい、私のラジオに王子一人でゲスト参加していただいて、ぜひ歌を歌っていただくっていうのはどうでしょうか？歌？ああ、歌いいんですけど、こう皆様にね、お届けできるかどうかがわからないような感じなんですけども、さっきとちょっと言ってること違う。歌声は良くても、歌の内容が良くないっていう場合がありますので。ということで、一旦ですね。すいません。うん、お話し中。はい。CM を流したいです。ああ、CM ですね。はい。はい。強制的に。はい。CM でーす。はい。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターand オブジェクトの実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら
お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、プリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は 098-998-4010。 ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。はい、ここでちょっとメールを紹介したいと思います。はい、お願いいたします。はい、ダンサーズさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、ゲストのやすさん、こんばんは。富士山に恋したシュプリームです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ついにやってきました。滑りナイト2。うん。え、王子にクレーム？そんなのないです。いつまでも自信過剰で、見解ここ、過去ちゃんと注釈ついてますよ。固くなに自分の意思を守り、頑固で他人の意見を取り入れないこと。な、王子スタイルを貫き、唯一無二エル、いや、唯一無二のキャラを極めてくださいまし。末永く、そして生ぬるく応援します。あ、生ぬるいのね。はい、生温かくじゃないよ、生ぬるくだよ。 あのね、今のね、はい、そういう激励はね、あの大変嬉しく思うんですけども、はい、このね、あの今 の、 あのツイキャスのコメントでね、あの王子が、あの、うん、テンション下がってこう歌わないっていうような思いをされたと思うんですけども、はい、あのそうじゃなくてね、はい、あのやすさん、このコメント見ることできます？できます、見てます。あのなんかね、あの、ね、はい、王子のね、このね、あのテンション下がってるとかで逃げたとか、うんうん、とんでもございませんよ。あのね、あ、逃げたんじゃないんですね。全然違います。あのね、これよく聞いてね、安さんね、昔ですごい、あのこうムード歌謡っていうのかな、あの素晴らしいバラードの曲でね、谷村新司さんと小川智子さんがね、うん、あの歌ったのデュエットがあるじゃございませんか。はい、ね、あの忘れていいのっていう歌がございますけども、うんうん、あの時の歌い方、覚えていらっしゃいますか？ね、あの谷村新司さんが、あの小川智子さんの、あのね、こう胸元に手を入れるっていうね、うん、その歌い方がとてもね、あの王子しびれましてね、うん、でそれをちょっと思い浮かんだ時に、うん、あの言ったらまずいかなと思って、ただあまりにもね、あのコメントがね、ちょっとこうテンション下がってるって言われましたんで、もう王子それやったらね、アゲアゲでしょうがないんだよ。お引き取りください。今岐阜 A365 さんが胸に手を入れたいだけって、はい、違う、読まれてる。それ違うよね。こう歌でこうアピールしながら、もうね、それもあの振り付けと一緒ですから、うん、あのこんな感じでどう？困るよね、この振り。なんでそこでさ、ヤスさんに振るの？だってデュエット。え、じゃあ、ズームで、あの、話というか、うん、出演いただくので、うん、なんかご自身でちょっとセルフでその、顔だけやってもらえればいいんじゃないかなと。ちょっと私に特に実害ないので、いいんじゃないかなと思ったんですけど、いかがでしょう。顔だけ、え、あ、ちょっといいですか？ヤスさんいいですか？はい。この男ですね、今、はい、今、それヤスさん、ズームって言いましたよね。はい、ズーム知らないんですよ。そうなんだ、はい、まずズームって何っていう状態ですから。いや、まあ普通にはズームったらね、ズームといえばいいんでしょ、ね、これやっぱりこうズームインこれね、分かってないんですよ。分かってないですよ。これリアルなんですか？リアルの反応ということで。改めて申し上げますけど、 IT リテラシー何もないんですよ。だよね。うん、この人で、あの、安さん、ここだけで言いますけどね、はい、あのテレビを買ってきて、はい、コンセントだけ挿して映らないって騒いだ男ですから。普通は映るんじゃないの？アンテナ繋がないとね、あ、映らないけど、うん、コンセント挿して映らないって騒いだ男ですから。すごいこう職的なあれですよね、何にも知らないですこの人。うん、ね、まさにラジオ世代ということにしておいて。そうなんですよね。インスタラジオだったら、あともう一つ、そうなんですよ。あともう一つ、インスタの正式名称が言えない。
なんだ。最近は分かるようになりましたよ。何ですか？インスタグラムでしょ。これね、2年ぐらい前だったかな。2年ぐらい前にインスタやりたいって言うから、インスタの正式名称やったら言えないんですよ。でも大体ね、あのインスタが何をやってることなのか分かってなかったんだけどね。分かってないのにやりたいって言ったの。うんうん、あのその時すごい流行っててね、みんなね、インスタって言ってましたんで、うんうん、ちょっとこうね、あの、うん、やってみようかなっていう、うんうんうん、というあれなんですけども、うん、結構インスタを普通になんか返すな、ガチで返すなってコメント来てますけど、うん、いやガチでっていうかもうだって本当のことですもん。みんな違う答えを期待してたんだよね、きっとね。うん、そうですね。そういうことなの。真っ白いキャンディーさんもインスタントラーメンって笑ってきた。しんちさんもインスタントラーメンですって。あのね、今日みんな滑ってるよ。あなたに言われてない。さんもインスタバックス。もうだ、王子に合わせてみんながね、いろいろ。あ、そうだ、そうでございます。今日びっくりしたもん。なんで今日こんなみんな滑ってるのと思って。いや、あなたに言われたくないぞ。そうだ。あ、そう。一番言われたくない人に言われたよ。あ、そう。今日なんかみんな寒いなと思ってさ。こっちが寒いわ。っていうか本当に今日名古屋寒いし。そうだよ。え？東京も寒いですよ。そうだよ。そうだよ。リアルで寒いんだから。滑りないとやるからこうなったんです、うん、あのね、王子今ね、暑くてしょうがないんだよね。あなただけですよ。しかも名古屋梅雨入りしちゃったし。うん。そうだよね。あ、そっか。あのね、もう本当にね、うん、今日はね、いろんなことをね、お話しようかなと思ってね、あの、頭の中いっぱいこうね、ワードがあるんですけども、ただね、はい、あの、どこまで行っていいのかわからないっていうね、あの、家具が下げられちゃって、もうずっとこう、無音のまんまになる場合がございますので。うん、今日は大丈夫でしょ、まだ。うん、あ、まだその前に、あの、ヤス、ね、さん、このところに何か言いたいことありますか？そうですね、普段、あの、なんか、どういうふうに過ごしてるのかなって、なんかその、どういうふうにいや、普通に、普通に思ってないんですか？いや、でも普通じゃないですか。何が普通なんですか？いやいや、どういうふうにっていうのは、なんだろう。うん、どういうふうに私生活を知りたい。私生活のことかな？私生活、そうですね。私生活はね、なかなか皆さんがね、分かりづらいんですね。うん、まあ、よく言うね、まあ、いろんなこうね、取り巻きの方がいらっしゃるんですけども、うん、まあ、放置プレイというね、まあ、一種なんていうのかな、見放されてるような状態のね、うん、生活を送っておりますのでね、うん、うん、そうですね、そんな感じなんですよね。やっぱり取り巻きはちゃんといますので、うん、取り巻き、うん、まあ、俗に羊とも言いますけどもね、うん、一応自称は王子でございますのでね、いろいろお世話していただいて、ね。自称王子か。うん。うん、あ、だからテレビのつなぎ方がわからなかったんですね。そうなんだよね。だって全部やってもらえちゃうもん。どうします？ズームのわからない男ですけども。え、これ、お二人が教えて差し上げるとか、そういうのはちょっと、特別枠な感じなんですかね。だいたいあれだよね。だって、教えるめんどくさいもん、この教えるの。本音まあ、それもあるだろうね、みんなね。うん、だからね、今日は本当にね、どこまでお話していいのかね、ちょっとね、いろいろ考えたんですね。うん、はい、うん、でもやっぱりね、これだけはちょっとね、きちっとした番組をね、やってらっしゃる方なのでね、王子もちゃんとね、そのお話をね、やっぱりそういう時はね、先ほどの柔道ではありませんけどもね、こう柔道は柔道着ってあるじゃないですか。ね、きちっと、はい、まあ、あれが正装ですよね。レオタードを着て別にね、柔道する方いらっしゃらないですもんね。うん、まあ、そうですね。で、王子の場合、まあ、これはイメージですよ。で、王子の場合はですね、まあ、正装と言いますとですね、こう真新しいね、純白のブリーフにこうカメラを担いで、ちょっとね、そういう気持ちでね、柔道してみたいなっていうね、なんか今引いてる。よくね、この番組でもよく言ってるんですけども、私がね、よくね、リスペクトしているね、某監督がいらっしゃいますけどね、もうその方のね、清掃は素晴らしいなと思いましたね。で、それが純白のブリーフにこうカメラを担ぐ。ね、それが一種清掃ですね。ヤスさん、今これ、この男何言ってるか分かってます？いや、全然分かんないです。分からないでしょう。はい。今ね、ちょっとマイク切りましたからね。
あのあ、なるほど。はい。あの、何言ってるかわからないでしょう。わかんない。わからないですよね。今ちょっと切りましたので、あの味噌煮込み何か言いたいことあります？へえ、なんか私もっと激励のメールが来ててで読みたいんですけど。はい。じゃあ来てる間に一つお願いいたします。じゃあ読みますね。はい。葛飾のちんさんからです。ありがとうございます。久しぶりのスペリナイトですね。普段は卵さんをいじることなく楽しんでいますが、今日はどんな伝説が生まれるのか30分間耳が離せません。ゲストさんも卵さんが話し慣れているやすさんなので、何かあってもうまくフォローされるかなと、久々にフルタイム話せる機会ですし、思う存分楽しんでください。その様子をいじりに行きたいと思います。たまには卵さんを激励したくメールを送りました。ということです。あ、マイクあげました。あのね、このありがたいお言葉をねたくさんいただきましたね、うん、あの今途中すごい喋ってたんだけど全然聞こえてない、あの王子の声が。まあ綺麗に入らなかったですね。あ、そう、あのですね、はい、もう今日のね、もう本当にこのね短い時間にね、あのやすさんとねこのトークできてね大変嬉しく思いますんでね。はい、私もです。いや、もうこれはですね、もう今日のね、なんか評価といってはね、なんですけどもね、ちょっとね、あのリバーブをいただきましてね、今日のトークは素晴らしかったですよ。はい、なんですか？はい。やすさん、ナイスですねあの、ちゃんとこう、オチができてるでしょ？このさ、あの最初のお話からね。これ何言ったい？いや、いやいや、これがやっぱりあのね、うん、ね、旧名古屋、ね、特にこのね、スベリナイトとですね、うん、あの、ウィークリーコンビニさんのこの、番組内容が全然違うっていう。うん、ね、それがあのお分かりいただけたかなと思って。いやさ、今週の休日のオンエア大丈夫ですか？うん、ちょっと心配になってきました。全くあの、なんでしょうね、こう違う。うん、まあ番組ではあるんですけど、私は結構キユ名古屋さんリスペクトしてる人なので、はい、もうぜひぜひこれからも滑りまくっていただいて王子。え、この男リスペクトですか？まああの王子も加えて皆様にリスペクトです。あのたまにちょっとこうあの困惑する時間ができるでしょ、はい、ということでもう時間ですね。え、もう終わりなの？もう時間なんです。しかもあのさ、ヤス、はい、さんが話す時間がすごい少なかったんだけど、はい、だよね、あっという間ですね。だよね。はい。ありがとうございました。まだありがとうございます。ちょっと最後までやってください。え？最後までお願いします。はい。うん、お願いします。この番組は違う。違う。どっち？次回のテーマですね。テーマです。はい。はい。来週のテーマは手作り。ハンドメイド。はい。手作りハンドメイドです。この番組は、芋掘りイベントは、八重瀬町ぐっしゃん芋生産組合、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之、フリージアの花、ウェブサイト制作、システム開発は、名古屋電脳職人村、アートワークウェブサイト、FMJG、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海協和、自動車整備士を目指す方、奨学金返金不要、名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、高級木材のご用名は、名古屋、中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、